この家マジであったかそうだな。え、でもこたつないっすよ。お前全館空調知らねえのか。でもこたつの方がいいんじゃないですか。全館空調なめんじゃねえ。全館空調はパナソニックホームズ。この家の空調 PM2.5 をカットするらしいっす。なんだって。あ、今 PM2.5 カットしました。見えるのか PM2.5 が肉眼で。見えませんよそんなの。あ、そう。全館空調はパナソニックホームズ。騙したのか。させん。この家空調つけっぱなしなのに省エネで電気代安いんだって。つけっぱなしで省エネってどういうことっすか。なんでも地熱を使ってるらしい。ほっとけーなお前。勝手に入っていいんすか。全館空調はパナソニックホームズ。は、発車待ち。先輩、この家廊下や洗面所もあったかいんすよ。あ、そう、外寒いよ。あっちもこっちも家中あったかくて最高っす。あ、そう。全館空調はパナソニックホームズ。こっち寒いけどね。この家地震の建て替え保証ってやつがついてるんですって。何それ。家を丸ごと保証してくれるらしいっすよ。本当に丸ごとなの。じゃあお前カツオ節かける。いいっすよ。建て替え保証ならパナソニックホームズ。しまった、本当だった。お前地震に備えて何かやってる。食料を隠してますけど。へー、どこに隠してるの。絶対に教えませんよ。建て替え保証ならパナソニックホームズ。あ、あそこだ。あ、ちょ、先生、先輩。よく猫って地震予知できるって言うじゃん。え、そんなの言います。ネットに書いてあったんだもん。え、予知とかできんすか先輩。私は今から猫パンチします。いや、それ予知じゃない。猫パンチ。建て替え保証ならパナソニックホームズ。以上、春日井ガラスのことづけでした。いや、